皆さんおはようございます。2018年2月の27日、13時13分です。よろしくお願いします。すいません、昨日は、おそらくなんですけど、ノロウイルスで感染して、ぶっ倒れてました。ようやく良くなりました。あとね、謝らないといけないのが、今日ね、生活保護完全マニュアル第3弾、小川さんとコラボの予定だったんですけど、ちょっと昨日の時点で、体調が悪くて動けなかったんで、一応キャンセルさせていただきました。楽しみにしていた方、申し訳ありませんでした。あとね、小川さんと、あと関係してくれたリスナーさん、申し訳ございませんでした。この場を借りて、お詫び申し上げます。はい、こんにちは。音声映像問題ない？音声映像問題ないですか？体調、そうだね、もう完全にノロウイルスだね。昨日熱がね、38度ぐらいまでブワーって上がって動けなかったっすね。アイテムありがとう。バガありがとう。はい、ワドッツ。まあちょっとね、昨日はもう部屋から動けなかったからね。ノロだったね。25かな ?25 じゃないな。24か5に、生牡蠣を食べたんですよ。で、のんちゃんは当たるから嫌だっつって俺だけ食べたんだけど、まあ、多分それだね。次の日に、生牡蠣を夜に食べて、次の日に蕎麦食べたんですよ。で、それ放送に残ってるんだけど、蕎麦を食べて、で、蕎麦をね、珍しく半分しか食べれなくて、で、なんか食欲ないわって言って、で、おかしいじゃん。蕎麦ぐらい全部食べられるから。パフェありがとう、おはよう。で、蕎麦も半分しか食べれなくて、で、4時間枠やったぐらいで、体調が悪くて、頭がモヤモヤするとか、ろれつが回んないっつって、次枠やる？次枠やる？って聞いたんだけど、結局できなくて。で、その後寝たんですよ。で、寝て、プチゲロ？歯磨いてる時にプチゲロを吐いたんだけど、で、そのまま寝て、もう次の日起きたらもう、ずーっとお腹下してて。ね、アイテム不正発覚したね。多分メガホンだろうね。とりあえず、体調はもう完全。生牡蠣に当たって、ノロウイルスってやつですね。はいはい、コラボ上がるみたいですね。了解です。コラボどうぞ。あれ？コラボいいの？コラボいらないのね。はいはい。どうも。もしもし。お久しぶりです。はい、どうも。ごな用んで件今は何です日か？コラおボ名前枠、どういぞ。や、お名前どうぞ。誠です。よろしくお願いします。はい、何ですか？ご用件今は。日は何でコラボ枠を開いてるんですか？特に意味はないです。特に意味はないんですか？はい、ご用件は何ですか？いや、当たったんですか？牡蠣が。ご用件は何ですか？質問だったらコメント欄でしてください。言いたいごこ用とがな件かっですたか？ら、言いたいことがなかったらコメント欄、コメントで質問していただけますか？コメントでも全然。言いたいことも言えない。こんな世の中じゃ。ポイズン。はい、よくわかりませんでした。そう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 、生牡蠣だね。完全に生牡蠣に当たりました。メガホンありがとうね。アイテムありがとう。治ったね。のんちゃんがね、もうご飯食べたい、ご飯食べたいってある程度回復したら言ったんだけど、食べたらダメ、食べたらダメって。もうとにかく水を飲んでって。もう一日中飲んでは下痢して、飲んでは下痢して。で、昨日のね、夜の8時ぐらいにブワーって発熱があって楽になったかな。で、今日起きたら頭すっきりしてたから、のんちゃんの言う通りだったって。あれからまだご飯食べてないんだけど。はい、ハートありがとう。わたつです。アイテムありがとね。いやー、辛かったよ、本当に。すげえ苦しかったね。脱水症状になったね。だからむくみないでしょ、今日。水分抜けてるから、今日シャープでしょ、顔が。すごい、起きてびっくりしたもん。体中の水分が抜けてるから、むくみが取れてる。今日細いでしょ。当たった時は、もう、とにかく、実はね、病院に行けっていうコメントあったんだけど、病院に行っても対処しようがないんですよ。で、一番ダメなのは、
お腹下してるからって言って下痢止めとかを飲んじゃうと、菌が中に溜まるから余計悪くなるの。もう食あたりになった時は水分飲んで、食べ物を食べないで、水飲んで、下痢して下痢して、体から吐かせるしかない。体から吐かせるしかない。ジャムりませんか？いいよ。ジャムってもいいよ。牡蠣はね、スーパーの生牡蠣だったんだよね。生食用の牡蠣。メガホンありがとう。10キロはさすがに痩せないけど。今日はね、だいぶほっぺたとかが、いつもみたいにアンパンマンみたいになってないはずなんだよ。いつもより細く見えるはず。もう水分、水ぶくれだから俺は。そうだね、もう完全復活かな。一応大事を取って今日のコラボはキャンセルしました。30分おきとかに来るね。もうびっちゃびちゃだね。いや、多分ね、ノロウイルスだと思うよ。ノロウイルス。いや、やっぱ火通さないとダメだね。のんちゃんはね、牡蠣食べないの。私は当たりやすいから。いや、病院に行っても対処しようがない、ノロに関しては。もうとにかく水飲んで点滴打って水分をトイレに行きまくるしかないから。俺は病院嫌いなんだよ。でものんちゃんすごいよね。一発で症状を見抜いたからね。天才だよね。もうそれで水分、なんだっけな、経口なんとか水っていう、その点滴と同じ水買ってきて、これ飲んでこれ飲んでっつって、でご飯はって、ご飯買ってきてって言ったでしょって言ったら、ご飯はこういう時食べたらダメだよって言って。インフルではないね。ちょうど配信で、あの時はおかんがしてたの、配信を回してた時、寒い寒いって。で、あれは熱が上がる時なんだって。で、その後倒れたのは、もう熱がブワーって上がって、もう動けなくて。そういう感じだったね。あ、まあ、胃液を流す処置はあると思うけど、俺の場合もう腸に下ってたから下痢になってたの。普通は胃の段階で吐く、ゲーゲー吐くのが普通なんだけど、俺は食べ物を中に入れてなかったら吐かなかったんだよね。そうそう、ノロウイルスって簡単に言うとは食中毒だから。そう、寒気はしてたよ。あと関節が痛かったね。いやー、辛かったよ、だいぶ。だいぶ辛かった。ごめんね、心配かけてごめんね。経口補水液だっけ？でもなんかあれだね。なんか水増し配信者とかアイテム水増ししてる人が今、鮫島さんがめくったみたいだね。さすが鮫島さん。さすがですよ。さすが鮫島さんですよ。俺は鮫島さんの今回の行動、全面支持です。全面支持。これは鮫島さんにしかできないことだよ。もうね、水増しとかね、やってるのはダメだよ。ダメ。配信者で恥を知れって感じだよ。恥を。そんな偽物配信者見たらダメだよ。そんな配信者にね、アイテム送ったらダメだよ。画質悪いのはね、コラボ配信だからどうしても悪いの。いや、俺も死ぬかと思ったね、今回は。もう大丈夫。食中毒はね、48時間以内、24時間後から48時間の以内に発症して、1日潜伏期間があるの。で、ずーっと下痢が止まんなくなって、それが終わったら治るから。あ、俺もツイッターでリツイートしてるよ。山本五十六さんでしょ？俺もツイッターにやってるよ。俺のツイッターフォローしてる人は知ってるはず。そうだよ。配信で不正行為はダメだよ。不正行為は、恥じるべきだよ。不正行為を恥じるべき。いや、絶対ダメでしょ。恥を知った方がいいでしょ。メガホンの辺は別件だね。山本五十六さんは普通の水増し。牡蠣はスーパーの牡蠣だよ。メガホン不要だとは思わないけど、真面目にやってる人がバカ臭いよね。真面目にやってる人がバカ臭いよね。
稼ぐために不正をするのが俺は正義だと思わないかな。真面目にちゃんとやってる人がバカを見るっていうのはくだらないっていうか、不正を助長するような発言は俺は肯定でき、俺は肯定できないね。鮫島さんの枠見たらわかるよ。台本は許せるっつうか、台本は俺は台本持ち込まれたことないからな。配信に台本なんて俺はないと思ってるから。正直者がバカを見る世の中を肯定する気はないって俺発言したよね。正直者がバカを見る世の中を俺は肯定するつもりはないって。俺はまっすぐやってるやつがかっこいいと思うよ。まっすぐやってても本物はどんどん実力つけて勝手に稼ぐから、勝手にやって勝手に稼いでる方がかっこいいと思う。不正行為をやって肯定するってことは、そいつが能力がないっていうことを自分で自ら言ってるようなもんだから、俺はすげえダサいと思うけど。いいんじゃない？ダサいやつがダサいやつと群れてればいいじゃん。俺はまあ真面目かもしんないけど、その方が息が長くできる。不正が、その10年、20年続いた例っていうのは見たことなくて。泥棒と一緒でしょ？結局。人を騙してさ、自分の力を誇示してさ、やるのと一緒だから。今日はね、コラボ配信だから画質が悪いの。メガホン自体はお金にならないんだけど、デイリーランキングが上の方行ったらお金もらえるから。あと、やっぱりデイリーランキングが上だと新規の人がどんどん来るから、この人すごいって勘違いするでしょ。だからリスナーさんも騙されたんだよ。まあいいんじゃない？本来は運営さんが怒らないといけないことだと思うけどね。俺がやってないでしょ。80人見ててさ、なんつうの、アイテムも正当だし、なんて言うんだろう。俺はやってないでしょ。どう見たって。やってないから堂々とこうやって言えるわけだから。俺がやってたら本当にぶったたかれると思うよ。いや、わかんない。アイラが整形してるかどうか俺知らない。おいっす、おはよう。リスワンはだから降りたじゃん、俺。正式にリスワンなんてくだらないから降りるって言った。あのタイミングではもう水増し疑ってたけどね。あのタイミングで俺は、まあツールを使って動画を見てたんでしょ。複数のアカウントで動画をバーッと見てポイント集めるっていうやり方でしょ。そんな古典的なやり方だよ。でもね、運営はね、アクセス量がね、高くなれば高くなるほど、動画のアクセス件数が上がれば上がるほど、広告量が上がるから、放置しざるを得なかったっていう大人の事情もあるんだと思うけど、俺はそこは毅然な態度を取ってほしいけどね、運営さんには。もう不正が発覚してるんだから、毅然とした態度を取ったら、俺は運営さんかっこいいなと思うけど。水増しあるのはもう確定だから。ここで対処しなかったら、運営さんもグルっていう扱いになっちゃうと思うよ。俺は運営さんの動きを見守ろうと思ってるけど。ねえ、ランキング頑張ってたのバカみたいだよね。正々堂々とやれよ。なあ。実力の、本当に実力のある人が評価されるべきだよ。儲けるために何やってもいいってことはさ、真面目に広告とか見てた人をバカにする行為じゃん。俺は肯定できないよ。そう、これが、そう、これを許されたら、運営、ふわっちの運営自体も、
なんつうの、広告これ嘘ですよねって、広告会社を裏、広告した人を裏切ってるようなもんだから。だから長く続かないんだって、不正行為は。会社の信用を落とすことになるんだって。ふわっちの会社が倒産寸前じゃないよ。親会社が赤字なんだよ。だからそれも語弊のある言い方。ちゃんと正しく言わないと。子会社は儲かってるよ。ふわっちの運営会社は儲かってる。まあ、色気を売りにするのはふわっちが規制してることだから、色気を売りにする配信者も恥をしてる。っていうかさ、もうはっきり言わせてもらうけどね、水増しをやるやつも色気を売るやつも、色気を売るってわかるでしょ？ニュアンスで。ホストみてえな配信やったりとか、谷間を見せたりとか、恥を知れよ、恥よ。雑談で飯食う気ねえのかよ。ねえ。パフォーマンスで飯食うつもりねえのかよ。お前ら風俗嬢か。おめえらキャバ嬢かよ。なあ。おめえら風俗嬢かよ。ホストかよ。ここは配信なんだよ、ここは。ここは配信なんだよ。配信者以外されよ。うん。バカじゃねえの。ほんと。雑談で喋れねえから色気売るんだろ。女に体売るんだろ。男に体売るんだろ。媚び売るんだろ。クソだせえわ。されされ。されされ。そう思わない。うん。才能がないからそういうことやってんだよ。され。真面目にやってるやつがバカバカしいわ。俺は喋りでここまでやってきたんだよ。5年間。だから生き残ってんだよ。不正をしてないから。そういうこと、そういうこと。普通に演技を頑張ってる人と AV 女優が同じ舞台に立つようなもんだよ。不正の誘惑自体は俺はないね。なんでかって言ったら不正してるようなやつは分かってんのよ。俺に話しても落ちかけられたらペラルって分かってるから。俺がそういうの嫌いな、まっすぐやってる配信者が俺みたいなのには声かけない。過疎な無主で金稼ぎそうなやつに声かけんの。君売れたくないって。実力のないやつ過疎に声かけんの、一緒に儲けないって。俺みたいに別に自分でね、普通に閲覧がある人は呼ばないよ。アカウント乗っ取りの話がことの発端だったみたいだね。鮫島さんがポイントアマゾン勝手に課金されて、うん、そういう感じだよね。それで鮫島さんが引退するみたいな流れになって、で、運営さんと話してる中でこういう経緯になったって聞いたけど。俺は不正してないから、不正をしてる配信者がやっかんで、俺のこと羨ましいから俺を不正だって言うのよ。不正を全くやってないから、同業者に嫌われるんだよ、俺は。不正やってるやつからすると羨ましいんだよ。実力で引いてるから。だからうちのリスナーさん、アイテム投げてくれる人、ファンの人は離れないんだよ。ずーっと見てるから、後ろめたいことやってないの。だからアイテム投げ続けてくれんの。他の配信者波があるじゃん。俺波ないもん。投げ続けてくれるもん。どんなことがあっても。いや、文句があるなら、トツ上がってこいよ。コラボ枠なんだから。お前らコメントでしか俺のこと叩けないってことはさ、
顔さらして言えないんだよ。名前をさらして言えないんだよ。ねえ、文句があるやつ上がってこいよ。自分のアカウントで堂々と言えよ。顔もさらせないでよく言えるわ、そんなこと。ハートありがとう、アイテムありがとう。そうそう、ちゃんと努力して面白い人が評価されるべきだよ。あ、いいよ、たまにで気が向いた時でいい、アイテムは。でも一応キツネ枠にしてるのは叩かれないための対策だから。俺はアイテム投げた人誰だっていうのは言わないようにしてるから、俺にしか分かんないから大丈夫だよ。俺はなんだろう、不器用かもしんないけどまっすぐやっていくよ。アイテムありがとう。ちゃんとコツコツやってくやつが勝つと思うよ。コツ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 やってくやつが勝つと思うよ。頑張るよ、ありがとうね。ありがとう。キツネの号数が少ない。いや、多分もっといると思うよ。みんな手挙げて。全員手挙げて。全員手挙げて。130人いる中で何人コメント打つよ。みんな手挙げて。うちは水増しなんかないよ。っていうか、よ、120人ぐらいいて60人、半分がコメント打ってんだぞ。普通に多いだろ。普通に多いだろ。どこが水増しなんだよ、これの。メガホンありがとう。アイテムありがとうね。こんだけいるじゃん。こんだけいるじゃん。どこが水増しなんだよ。笑わせんなよな。こんだけコメント走ってる配信者他にいんのかよ。ねえ、みんな水増しなんかないよね。うちは水増しなんか大嫌いだもん。だからこういうことできるの。ふわっちでいるかよ、手挙げてってできるやつ。いないじゃん、バレるから。誰かと一緒にすんじゃねえよ。誰かと、誰と一緒にしてんだよ。誰だよ、誰と俺を一緒にしてんだよ。俺は水増しなんかやってねえよ。誰のことだよ。なあ。閲覧がクソ多くてよ、コメントが全く走ってねえ。誰のことだよ。俺はそんなことやんねえよ。誰かと一緒にすんじゃねえよ。閲覧ばっかり多くてコメントが少なくてよ。誰のことだよ、それ。なあ。誰の深夜食堂だよ。いい加減にしろ。一緒にすんじゃねえよ。俺は真っ当にやってるよ。風船ありがとう。しょうもない。ちょっと待って、ポカリ入れてくるわ。まだ病み上がりだからポカリの。あ、ポカリある。薄まってるやつ半分に薄めて、これ洗って。俺は真っ当で、俺はクズだけど真っ当だから。俺はクズだよ、クズ。クズだけど真っ当だから。俺はクズだよ、認めるよ。いや、稼げるって、だってファンがいるんだもん。ファンがアイテム投げてくれてんだもん。稼げるでしょ。ファンがいたら稼げるでしょ。それが普通の配信じゃないの。ファンがいたら稼げるでしょ。コンピューターとかさ、意もしないさ、数字だけに相手に向かって配信やってたら稼げないけど、ちゃんと普通にやってたら稼げるよ。
ありがとう。いや、ファンいるからこうやってアイテムもらってんの。ファンいるでしょ。ファンがいないやつの嫉妬だよ、嫉妬。おはよう、アイテムありがとう。おはよう。KP。いやー、つらかったよ。あの後やばかったね。本当に死にかけたよ。KP。ハートプレゼントありがとう。ポカリはね、あの、現役だと濃いんだよ。だからね、半分ぐらいに薄めるのが俺はちょうどいいね、味的には。体に染みるね。いや、配信やったよ、昨日。配信やったけど倒れちゃったんだよ、その後。風船100個ありがとうございます。ポカリハーフね、俺は。ポカリ半分に薄めるのが好きだね。え、ポカリ現役だと濃いって感じない？ノロウイルスって食当たりの原因だからね、ちなみに。ノロウイルスだって言ってるのは食当たりと一緒だから。で、カキが当たったんだからおそらくノロウイルスでしょ。ポカレも美味しいね。ペットボトルじゃない、粉のポカリだから俺は。粉ポカリ。ノロは一日で治るよ。検索してごらん。下痢つうかもう水、体中の水分、なんか体液みたいな色のがビジャビジャお尻からずっと出てる感じ。一日中下痢だね。で、あとは脱水症状。ひたすらもう苦しんでたよ。俺、花火が上がらなくて切れたことなんか一回もないよ。花火を投げるのはリスナーさんが決めることだから、俺は花火が上がらなくて切れたことなんか一回もないよ。大丈夫だよ、花火は上がるから。花火上がるから大丈夫だよ。心配すんなよ。体調不良で別に花火もらおうなんて思ってないよ。待ってるリスナーさんがいるからやらなきゃと思って。ただ動けなかったんだよ。俺がベッドから配信するのなんか相当珍しいよ。幻覚つうか悪夢を何回も見たね。夢の中で悪夢は見た。体調悪いから。今月マンスリー俺何位？昨日配信できてないから落ちちゃったかもしんないな。マンスリー何位だろう。あー、だいぶ落ちたな、マンスリー。50位だ。マンスリー50位だって。50以上。まあね、トップ10には入りたかったけど無理だな、やっぱりな。トップ10は難しいね。薬は飲んでも意味ない。ノロウイルスの場合は薬なんてないから。ノロウイルスはね、もう体からね、ウイルス出すしかないの。まあね、先月県外だったからね、今月はだいぶ良くしてもらったよね。本当にありがたいよ。みんながアイテムくれた積み重ねだからね。今月は本当に良くしてもらった。2月はね、本当は売り上げ悪いはずなんだけど。90万円稼いでないよ。あれはポイントね。和道よりも配信にかけてないやつが上にいてどう思うか。いや、悔しいでしょ。悔しいけど結果が全てだから、まあ、証明し続けるしかないんじゃん。悔しいよ、やっぱり。
アイテム上がんねえって、俺よりつまんねえやつがアイテムもらってるわけだから。でもそれを判断してるのはリスナーでしょ。つまんないやつにアイテム投げてるリスナーがたくさんいるんでしょ。まあ、いつかね、噛みついてやろうっていうか、俺は今でも噛みついてるつもりだけど、俺が一番面白いと思ってるから。まあまあ、半分ぐらいとか、そういう感じでいいんじゃん。人によるんだけど、まあメガホンばっかりもらってる人は、ポイントばっかり高くて収入がないけど、まあお金は人によるとしか言えないね。点滴はね、別にポカリ飲んでんのと一緒だからね。血液にポカリ入れてるだけだから。脱水症状を防ぐだけだよ。良くなるって別に、抗生物質入れてるわけじゃないから。ランキングももう当てになんないよ。本当に。ふわっちもね、だんだん悪くなってきたよな。俺はふわっちの運営さん信じてるけどね。ここの運営さんとずっとやりとりして、一番いい運営さんの対応だったから、ちゃんと正しい判断を下してもらえるっていうふうに俺は信じてるけど。まあ、不正メガホン抜けたら20位ぐらいになってるかもしんないよね。それはわかんないよ。ニコキャスはやらない。ニコ生の運営は一番信用できない運営だから。俺はニコキャスやるつもりないよ。ニコ生っつうか、角川2ワンゴ、角川ドワンゴを信用することはないね、もう。まあそうだね、アイテムっていう精度がいいから俺はフワッチっていうのを利用してる感じかな。のんちゃんはずっとパジャマだね。のんちゃんはパジャマ。ひろゆきさんは一回も会ったことないですね、僕は。ひろゆきさんはないね。まあ、俺に力がついたらいつか会うんじゃないの。あ、本当に OK ですよ。僕の YouTube は、YouTuber が、顔出ししない YouTuber いるじゃん。ああいうのにも使っていただいてもいいし、配信で二次利用 OK 出してますよ。この生放送はダメね。生放送じゃなくて YouTube に上がってるのはクリエイティブコモンズっていう CC ライセンスっていうんだけど、要はそれでお金儲けしても構いませんよって。動画で何か二次コンテンツ作っても OK ですよっていうのは公言してるんで。はい。だから生放送はダメね。二次利用は OK。ああ、まあ彼女におしゃれしてもらったら嬉しいよね。ペナルティは与える必要ないけど、今後はダメですよっていう公式アナウンスを出して、まっとうにうちはやりますよっていうのはかっこいいなと思うけど。あ、そうそう、まっとう作っていいですよってことね。ミュウツーが和道の配信ってキャプチャーして二次利用 OK なんでしょうって言って、和道を誹謗中傷してた。それも OK なんて理不尽。あ、誹謗中傷に関しては、いいんじゃない？うん、俺二次利用は OK 出してるから。ただ誹謗中傷して、例えばそれで訴えられても責任取ってよって感じだよ。二次利用は OK だよ。ただ誹謗中傷して、もしそれで俺に訴えられたり、リスナーさんに訴えられたりして、バンになったりとか、その民事事件で判断来たら、あなたが責任取るんだよって。それはそうでしょ。二次利用は OK だよ。ただ誹謗中傷に関わることはあなたの責任だよっていう。それはそうでしょ。まあ別に誹謗中傷してもいいけど、それに伴うなんか不利益は全部自分の責任取ってねっていう。うん。それそうでしょ。だから別に、二次利用する分には俺は構わないと思ってるよ。ただその先の責任っていうのは俺は一切責任取らないから。配信で使われてる専門用語はどっちとか。あ、全然構わないですよ。はい。全然 OK ですよ。例えば俺の YouTube に上がってる動画あるじゃん。あれを使ってなんか音楽を作るとか全然 OK だよ。はい、こんにちは。
あ、全然いいよ。二次利用で、YouTube、なんか、配信者チャンネルとか作って、俺の動画いっぱい上げてもいいし。それは任せる。Twitter に上げてもいいし。別に広告料取らないで遊びでやってもいいし、それでお金儲けても全然いい。別に俺に還元しようと思わなくていいよ。ワトツはパクリ？俺が言い出したわけじゃないかな。誰のパクリなの？ワトツって。別にパクったつもりないし、俺が言い始めたわけじゃないからね。これは自然発生でリスナーさんが言い始めたことだから。ワドツって何のパクリなの？俺は別にパクリだと思わないよ。あ、おかゆ食べる。少しいいや。少し。ほんと、小さい茶碗あるじゃん。お味噌汁の。あれに半分ぐらいでいい。汁多めがいいな。そうそう、ワドツはね、ニコ生の子さんが言い出した。もともとね、ワコツってみんな言ってた。こんにちは。いや、ワコツは別にみんな知ってるでしょ。ワコツをもじってワドツにしただけだから。パクリって言わないでしょ、それは。それはパクリじゃないでしょ。パクリの由来って俺がパクリだって俺が言い始めたわけじゃないから。俺はパクったわけじゃないよっつってんの。パクったって言ってる人に言ってよ。俺が言ってないことになんで俺が挙証責任求められないといけないの。俺は今のところ引っ越すつもりないね。うん、よかったよかった。治ったよ。リスナーさんがやってる分には止めようがないけど、それはもう運営さんが止めるしかねえよな。でも長い目で見たら良くないと思うよ。広告主騙してるのと一緒だから、サイトの信用問題に関わるからね。あとリスナーさんを騙してるのと一緒だから、今回配信者が騙されたっていうよりもリスナーさんと広告主が騙された問題だから、もっとでかい問題だと思うけどね。もっと根幹の問題、サイト自体の。俺はね、本は結構、お気に入りの本読み返すタイプだね。新しい本買うよりも気に入った本を何度も何度も読むタイプかもしれない。本自体はね。実際今まで買った本の中で気に入ってるの10冊ぐらいだよ。あ、この本本当に勉強になるな。そういうタイプ。爪伸びるの早いんだよね。画質が悪いのはコラボ枠の時は画質悪いの。コラボ上がんないから切ろうか。通常枠にする。
ヒカルくんふわっちファンになったんだ。なんで？ありがとう、のんさん。おかゆ？何おかゆこれ？ささみとネギと生姜。あ、ありがとう、美味しそう。いい匂い。だしは何？鶏ガラ。鶏ガラ？ありがとうね。生姜とネギとささみのおじや。あ、美味しい。生姜効いてるね。これは水増してないよ。水増しなんか一回もしたことないよ。うん。あ、美味しい。うん、のんちゃん美味しい、ありがとう。喉も荒れてたんだ。喉にしみるね。いや、本当にそう。彼女がずっと付き添って、ずっと目開けて、うなされて目開けたのんちゃんが覗き込んでたから、助かったね、だいぶね。本当に本当に助かった、のんちゃんには。本当に恥ずかしい。あー、うまい。やっぱ日本人は米だな。結婚しない理由っていうか、俺は結婚簡単に言うと、のんちゃんの方が立場が上なんだよ。のんちゃんの家族が許さないよ、俺と結婚なんて。大体配信で飯食おうって言ってんだからさ、真っ当な幸せ手に入るわけねえっていうのは俺は分かってるのよ。俺が結婚したいしたくないとかじゃなくて、俺はもうこの職業を選んだ時点で普通の人の幸せは手に入らないと思ってるのよ。そこは諦めてんの。だからいいのよ。おかゆっていうか、雑炊だね。だし、かつおだしだっつったっけな。かつおだしの雑炊？ネギと生姜がたっぷり入ってる。そりゃそうだよ。俺は真っ当な幸せなんか諦めてるよ。あー、胃が温まる。胃がしみるわ。1時ぶり36時間ぶりの飯だから、胃にしみるわ。荒れてる、胃がじわーってくるね。じわーってくる。のんちゃんはお金持ちなんだよ、簡単に言ったら。お嬢様なの。そうそう、のんちゃんの親にも、親っつうか兄弟にも挨拶してんだけど、無理だよ。まあ、いや、だから遺産目当てだと、俺は詐欺の前科あるんだよ。遺産目当てだと思われるから。絶食っていうかね、食べちゃいけないの、ノロウイルスの時は。水飲んでもう全部下痢になるから余計悪化しちゃうのよ。だからまあ結婚はしないよ、俺は。うん、普通、真っ当な幸せは手に入らないから。俺が資産持ってりゃさ、向こうも安心するんだろうけど。だから遺産目当てじゃねえから結婚しねえんだよ。
ね、だから遺産目当てじゃねえから結婚しねえの。俺の愛情表現の一つよ。いいのいいの、俺は金が欲しくてのんちゃんと付き合ってるわけじゃないから。別にのんちゃんが貧乏だったとしてもこうなってたんだよ。土地なんか狙ってねえ、いらねえよ。自分で手に入れたいとは思うけどね。夜の9時からビンゴ大会。まあ俺のノリコの問題なんだからほっときゃいいじゃん。俺はだから好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやるのが俺の幸せだよ。ノリコと一緒にいられりゃそれでいいんだよ。和道名字も何にもないよ。和道は和道だよ。のんちゃんが俺にいくら課金してんのか知ってんの、お前ら。のんちゃんが俺にいくら課金してんのか知ってんの。いや、うまいな。なんか勝手に、お前らは勝手に言ってるだけだよ。ねえ、よくわかんないんだけど、想像で憶測で話しすぎでしょ。和道さんが岡山に来たら家6軒あげる。のんちゃん岡山行く今から。家6軒くれるってよ。本当に言ってんの？今から行く？岡山。ねえ、家6軒くれるってよ。岡山で行くか。それは面白い。コラボ？音声悪い？じゃあ切るか。通常枠でいい？みんな。通常枠でいい？家6軒も使い回せねえな。